大阪国際空港。先週、全日空が新しい試みを始めました。手荷物の運搬車が行き交う中、そこに現れたのはなんと自転車。電動アシスト自転車が空港を所狭しと走ります。トランクなど荷物は一度に20個程度運べます。足を乗せるだけでスッと進んでくれるので、アシストをしてくれるので、特に漕ぎ出しはもう逆に 軽いぐらいですね。夜中にバッテリーをフル充電しておけば、追加の充電は必要ありません。燃料代などのコストは1台あたり年間およそ500万円削減。すでに他の空港での導入も決まっています。こちらは酒の販売チェーン格安。これまで三輪オートバイだった配達を電動アシスト自転車に乗り換えました。細い道もこの通り。リヤカーを切り離して店の中にしまえるので場所も取りません。コストというところでは今まで使っていた三輪バイクよりも半分以下のところで済みますので、非常にメリットは大きいと思います。企業向けにこうした電動アシスト自転車を開発販売してきた会社があります。ちょうどこちらが2月末から3月のご予約の商品がもうここに置いてあります。シゲオはメーカーから仕入れた自転車を企業に合わせてカスタマイズする会社です。新規顧客の拡大で前の年に比べ 20% 売上を伸ばしています。全日空や格安の自転車も試行錯誤の末完成しました。今までは電動自転車というのは移動手段ということで、今は移動から配達そして届けるという業態にどんどん電動自転車の活用方法は広がってきてますよね。